4人に1人が命を奪われたこと、私たちは決して忘れてはならないと思います。その中には遊軍であるべき日本軍に集団自決を強制された人々が少なからずいたことも私たちは心に刻んでいきましょう。1972年ようやく日本に返還されると、その時沖縄の方々は基地がなくなると信じておられたわけです。何にも変わってない。あの1972年のセレモニーの時の屋良朝苗さんの言葉、苦渋に満ちた言葉を私は忘れることはできません。みんな私たちと同じテーマなんだということを考えていきたいと思います。二十歳のあの女性がその瞬間どんな屈辱の中にいたか、みんなで考えましょう。想像しましょう。基地がある町でどれだけこのような犯罪が、それも表に出ないまま起きているか、そのことも私たちのテーマだと思います。40年前、ザ・レイプというレイプを告白する小説を書いたとき、笑った男たちがいたじゃないか。それを私は許さない。沖縄で起きてもどこで起きても許されない事件であり、同時に女性の尊厳を全く顧みず、一人一人の人間の存在をきっちり見つめることができない、つまり人を殺せと教えられた兵隊は、よりこのような事件の中に人間殺してるなんて思わないんでしょう。そしてそのことをどっかで緩く許してしまう安倍政権を私たちは許すことはできないんです。戦争下においては特にです。女性という対象は支配の対象であり、略奪の対象であり、差別の対象であり、レイプの対象だということを忘れてはなりません。そしてそれが現在進行形で起きている。何が綱紀粛正ですか。あの後6月4日にも事故を起こしてるじゃありませんか。何が厳重抗議ですか。粛を知ってるくせにと下品な言い方させていただきますが、本当に許しません。時間がある限り今まで起きた事件を少し拾ってきましたので読ませていただきます。55年ご存知のように由美子ちゃん事件がありました。許せませんか私たちは。そして怒りで眼鏡を怒ってしまいました。72年キャンプハンセンで米兵が日本人の働く男性を殺しました。つまり女性差別があるところには男性差別があり、私たち全員が差別をされているのだという怒りを共有したいと思います。73年ブルービーチで演習中の戦車が女性を引き殺したじゃありませんか。許せません。許せますか。そんなことを。82年キャンプハンセンで米兵が日本人タクシーの運転手さんを射殺しました。85年、海兵隊員が民家に侵入し男性を射殺しました。95年、宜野湾市の住宅で女性を殴り米兵が殺害しました。95年、忘れません。あの年日本中が怒りに沸き立ったじゃないですか。3人の兵隊が少女を暴行した。3年には海兵隊員が緊張で女性の顔を殴り暴行をした。4年軍属が北間の民家に侵入し女性暴行。その後ずっと続いているこの事件を、当然です私たちにとってのテーマにしない限り、沖縄の方たちは決して決して共に歩くことを許してくれないでしょう。私たちのテーマなんです。同時に沖縄でのこの暴力を許している限り、私たちは私たちの内側から民主主義を破壊しているんだということに気がつくべきです。そうだ、私たちが破壊してはならないじゃないですか。私は沖縄に行くの、沖縄大好きで親しい人たちに会うのも大好きで、でも沖縄に行くのが辛いんです。数日すれば私は東京に戻れるからです。
戻れない、出ていかない、出ていけない、そこでしか暮らせない人々の不安と憤りを共有しようではありませんか。日米の、あの大統領とこの国のトップの話し合いの、どうして5分間を小長さんのために割かなかったのか、これはこの国の話なんです。戦争法も同じです。原発だって同じでしょう。つまり命と尊厳から取り直すという姿勢がこの国のトップにもこの国の与党にも全くないということを、私たちは一回で止めて考えていきましょう。で、9月10日その日に答えを出しましょう。せめて1人数32でありますよね。キャンプシュアドの前でずっと座り込みをしている50代の保育者の女性がこういうふうにおっしゃいました。沖縄に行こう、それも大歓迎です、来てください。でもその前にどうか、本土の人々はそれぞれの生きているところで答えを出してください。それぞれの生きているところで沖縄にこれだけの苦しみをずっと押し付ける人々、政治家を落選させてください。それは沖縄でも連帯の形ですとおっしゃってました。私たちは力の限りそれをやっていきましょう。よろしくお願いします。頑張りましょう。沖縄千恵子さん、ありがとうございました。次に日弁連憲法問題対策本部本部長代行の山岸亮太さん、よろしくお願いします。ただいま紹介されてました山西です。お集まりの皆さん、沖縄とともに連帯をするということで多数集まっていただきました。弁護士会でもですね、沖縄の基地問題についても発言しています。弁護士会ではやはりこういう問題は個人の尊厳が尊重されていない、こういうことに根源的な問題があるんじゃないかと思います。昨日日弁連でもシンポジウムがあって、僕の未来私の憲法というテーマでやりました。そこで石川さんという憲法の先生が言いました。今の日本国憲法の13条には個人の尊厳を尊重する、こういう言葉があります。ところが自民党の改憲草案ではこの個人の子という字がなくなって、人の尊厳を尊重するというようになりました。ここにどういう問題があるのか、一人の一人それぞれ顔も違うし、背の丈も違う、肌の色も違う、考え方も違う、それともその一人一人を大切にする、一人の人間が地球の命、一人の人間の命は地球より重い、そういう意味の個人の尊厳が顔もない人になってしまう。イメージで言うと軍服を着て銃を持って足を同じ高さに上げて機械のように歩く、そういう人ということになってしまう。集合的抽象的な観念の人になってしまう。そしてそこでは公共の福祉による制限という、公共の福祉という言葉が、これが公の秩序を守る、そういうふうに変わってしまっている。同じような言葉で憲法ではいろいろ議論もありますけれども、おっしゃったのは公共の福祉の福祉が抜けてしまう、一人一人の人を大切にする福祉が抜けてしまって、そして公の秩序というのは昔で言えば夜警国家に戻ることだというふうに言いました。夜警というのは夜お巡りさんが見回りをするということです。昼間は国は何もしなくていい。それは何を準備しているかというと新自由主義、国が福祉だとかそういうものにお金を使わない、そういうところにも大きな違いがあるというふうに言っています。しかも夜警に戻るつもりはないんです。国防軍を作る、こういうふうに言っています。そうすると個人の尊厳、一人一人の人間を大事にするのではなくて、福祉も切り捨てて、そして国防軍を作る、こういう改憲だ、こういう未来を選ぶのか選ばないのか。そしてもう一つ言われたことがあります。日本国憲法はその憲法を作った時の
人々国民が将来の人にもう二度と戦争はごめんだ、人権侵害は嫌だ、一人一人の人間を大事にしよう、こういう憲法を作って将来の国民に信託をしたんだ。したがって今の我々もこの憲法を次の国民に将来の子孫に信託してつなぎ渡さなければいけない責任があるんだ。そして将来の国民のためにもこの平和憲法を個々の人を個人の尊厳を大事にする憲法をつなげなければいけない、そういう選択をする、これも主権者としての国民の責任なんだ、こういう話がありました。今私は個人の尊厳、一人一人の人間を大事にする、お亡くなりになられた女性も本当に悔しかったと思う、その一人一人の心に寄り添うような憲法、これを大事にしていきたい。そのために弁護士会も力を合わせて基本的人権を擁護し社会正義を実現する、この基本的人権は個人の尊厳、一人一人の人間を大事にする、こういうことで頑張ってきますので、共に頑張りましょう。山口涼太さんでした。ありがとうございました。沖縄から報告が届きました。沖縄県民大会の参加者は6万5千人だそうです。それではプログラムを進めてまいります。戦争させない救助を壊すが総がかり行動実行委員会の参加団体よりスピーチをしていきたいと思います。最初に戦争をさせない善人委員会事務局長代行、日本体育大学教授の清水雅彦さん、よろしくお願いします。こんにちは、戦争を国内選任会の清水と申します。日本体育大学で憲法を教えております。で、私自身も日体大赴任前に北海道内の大学におりまして、で2010年の夏合宿、北海道からゼミ生を連れて沖縄で行いました。で、学生たちと一緒に辺野古にも行き、テントで話をしました。やはり沖縄の問題、全国の人々が考えなければいけない、そういう思いでゼミ活動も行ってきました。で、今日はまず専門が憲法ですので、憲法の観点から一言述べたいと思います。戦前の大日本帝国憲法には地方自治という観念がありませんでしたけれども、日本国憲法には第8章に地方自治の章が入りました。さらにその中の95条では一つの地方公共団体に適用される法律を作るときは国会だけで法律を作ってはいけない、そこに住んでいる住民の意思を問わなければいけないというふうにしております。こういう憲法の地方の人々の意見を聞けという姿勢は地方自治法にも引き継がれています。例えば地方自治体においては住民が条例の制定開廃請求権を持っています。首長や議員のリコール請求権を持っています。あるいは地方議会の解散請求権を持っています。さらには地方自治法94条には町や村においては議会を置かずに有権者からなる総会が議会の代わりをするという規定もある。すなわち憲法、この地方自治法というのは地域住民の意思をなるべく尊重すべきだ、間接民主主義ではなくだけではなくて直接民主的な規定も織り込んでいるわけです。やはりこういう観点からすればこの間の沖縄の衆議院選挙、知事選挙、そして県議会選挙の民意を考えれば、やはり憲法、地方自治法の観点からすれば、国は強引に辺野古の基地建設すべきではないと思います。